池本先生、はい、今日はテレビの取材っていう話だったんですけど、はいはい、実はあの視聴者の方が来てくれてるので、あの生お悩み相談ということでお願いします。え、テレビは、あれは嘘です。え、早く、早くじゃねえよ。どういうこと。じゃあいいですか。はもう来てんの。じゃあこんにちは。キス。中学生。うん。今日はなんかお悩みとかですか。そうっすね。はい。なんかちょっと学校行くのだるいなと思って、なんか行く意味ないんじゃないかなと思ってですね。うんうんうん。なんで？なんか学校の先生の授業って何も面白くないし、別に YouTube とかでも勉強できるんで、うん、行く意味ないかなって感じですね。なるほどね。学校の授業がつまんないから。学校の先生の授業はつまんない。学校の先生の授業もつまんないし、うん、学校もつまんないですね。なんで、友達とかと遊んでるの楽しくない？友達は楽しいですけど、うん、その間の授業とかどうなんですね、全然。その教科嫌いとかじゃなくて、授業がつまんない。授業自体全部つまんないです、ね。全部。全部。国社数理 A。そうっすね。体育以外は全部つまんないです。体育以外全部つまんない。うん、何がつまんない？なんか工夫されてないっていうか、なんか YouTube の方が面白いですね、授業自体は。まあ、YouTuber とかね、結構面白いやつやってる人いるからね。そうそう。なるほどね。そんで、なんかもう、行きたくない。行く意味がないって感じ。そうそう、勉強する意味あるのかなって感じですね、こんな面白くない授業、一日何時間も。勉強したくない。したくないです。なるほどなるほど。勉強自体は好きなの？いや、勉強も嫌いっす。嫌いなんだ。テストは？テストも嫌いです。点数は取れる？いや、取れないですね。やってないんで、勉強自体。なるほどなるほど。なんか、逆に聞くけど、中学校レベルの勉強もできないの？できないっていうか、やってないって感じっすね。やればできるのに、やってないってこと？ああ、そうそうっす。やる気を起こさせてくれるのが先生なんじゃないかなと思うっすけどね。なんか、自分はやればできるけど、やってないだけって言って、できない人って一番ダサいよ。悪いけど。いや、でも学校の先生の授業、おもんなすぎてって感じっすね。まあでも、そうは言ってもさ、中学校レベルだ。言っても。なんか大学レベルの勉強がつまんなすぎてやる気が起こんない。まだわかる。中学校レベルの勉強ってさ、中学校って義務教育なんだ。義務教育。もう国民みんなこのレベルはできて当たり前。もう、これはできるでしょ。さすがにこれはできるでしょっていうレベルを教えてるわけ。もう国民として絶対、もうこれくらいできて当たり前でしょっていうレベル。で、それを、なんか、やる意味わかんないっすみたいな感じで、やってないだけでやればできますみたいな感じで、ちょっとさ、いや、さっさとやろうよって思って。そんだったら。できるんだったら。そうそう、やりたくないっすね。やりたくないんだ。そうそう、ないですね。なるほどね。まあ、やりたくないとしても、中学校レベルの勉強だったら、ちょっと頑張ればすぐできると思う。それは俺も思うっすけど、別に YouTuber の授業でもいいっすよね、それだったら。感じっすね。学校の授業がとにかくつまる。そうそうそう。じゃあさ、逆に好きなことってあるの？ゲーム好きっすね。ゲーム好きなの？どんなゲーム？エイペックスとか、フォートナイトとかが好きっす。うまい。うまいっす。正直。なるほど。それすごいじゃんね。なんか俺、もうゲームとかめっちゃ苦手だから、まあ、ゲームできる人ってすごい頭の回転速いし、すごいなって思う。将来の夢とか？プロゲーマーとかになりたいっすね。今、自分が得意なね。そうっす。プロゲーマーってどうやってお金稼いでるの？いや、なんかわかんないっすけど、お金、ゲームが上手かったらお金もらえるみたいっすよ。
なんか多分こう企業とかからスポンサー料みたいなもらってるんじゃない？ああ、多分そんな感じです。じゃあそのスポンサー料ってなんでもらえんの？いや、なんか、まあ、ゲームが上手いからって感じですか？わかんないです。なるほど、なるほど。それはね、企業が広告として、広告費としてプロゲーマーにスポンサー料を払って企業の宣伝をしてもらってるのね。うん。なんで企業は宣伝したいと思う？なんで？なんか有名になりたいんじゃないですか、企業が。企業が。うん。うん、企業は自分の企業の知名度を上げて商品とかサービスを売りたいんだよね。うん。でもこれって社会の仕組みなの。うん。企業が広告お金を出して、でそれを見る人がいて、それを広めてくれる人がいて、お金が回っていくみたいなって。うん。でその社会の仕組みって中学校の社会とか政治経済とかで習ってる。だからこういう本当に基本的な社会の仕組みが分かんないと、いくらプロゲーマーになってもお金もらえない。どこからどういう仕組みで入ってくるか分かんない、ね、自分はゲーム上手いだけ、どういう仕組みでお金が回ってるか分かりません。だったら騙されちゃうかもしれない。本当はこれくらいもらえるのに全然もらえない。本当はもっといろんなところで稼ぐ手段あるのに、もうたまたま運でもらった案件しかないとかっていうことになっちゃうじゃない。うん。つまり社会の仕組みを知らないとか、そういう中学校で習うような常識的なことを知らないと騙される側に回っちゃうわけよ。うん。うん。情弱ってやつ。情弱。情弱になっちゃう。で、情弱になると騙される側になってお金を踏んだくられるとか、うまく利用される側になっちゃうよね。そういう側になりたいとは思わない？それは絶対です。だったら、まあ、中学レベルの勉強ぐらいはちゃんと身につけておいた方がいいよね。まあ、社会だけじゃなくて、例えばさ、じゃあ給料の計算とか税金の計算だったら数学も使うしね。コンピューターのさ、スペックがどうこうとか、ね、そういうのでも数字も出てくるし、もしかしたら物理も関係してくるかもしれないし、じゃあ企業とやり取りするときに変な失礼な言葉を使っちゃったりしたら、それだけで案件もらえなくなっちゃったりする可能性もあるわけじゃんね。配信してるときに言葉がうまく出てこないとかさ、なんか失礼なこと言っちゃったりとか、不適切なこと言っちゃったりするかもしれない。そういうところで国語力が変わってくるじゃんね。うん、っていう風に意外といろんなところでこう中学校の勉強って本当の基礎の基礎の部分で関わってくるわけよ。うん。だから騙される側に回らずに、自分がこう仕掛ける側に回りたいとか稼ぎたいとかだったら、やっぱり中学校レベルの勉強ぐらいはできるようになっておいた方がいいんじゃないかなって思うけどね。確かに。うん。そりゃそうっすね。うん。でもまあ学校の先生のね、授業つまんないっていうのは分かるよ、それは確かに。うん。でもつまんないつまんないって言ってないで、自分がこう生きるために、自分がもっと飛躍するために、自分のスキルとしてね、学校の授業ぐらい、学校の学習内容ぐらい身につけておいてもいいんじゃないかなって思いますけど、どうでしょう？分かりました。ちょっと頑張ります。はい、じゃあそんな感じで、うん、はい、ぜひ頑張ってやってください。おはようす。はい、じゃあもうこれでいいのかな、帰ってもらって。はい、おはようございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、なかなか強敵だったよ。うん。でもまあなんか良かったんじゃないですかね。何様だよ、言ったよ。誰目線で言ってんの。じゃあ次回もよろしくお願いします。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。